私がこの作品にかけていた思いっていうのは、皆さん人間たくさんいろんな感情を抱えてると思うんですけど、その感情がどうであれ自分が何を見たいか何をしたいかっていうのは自分がこの先決めていけるんだっていうことをもう一度考えてほしいなって思って作りました。っていうのもこの作品自体すごい曖昧な内容になっていて、主人公の女の子が夢を見てるのか夢を見てないのかっていうのが、ちょっと曖昧な作りになってるんです。でもその内容は見てもらえた人に考えてもらいたいなって思って作りました。その人それぞれ思いっていうのは全部様々だし、その人たちが見る感じる夢や現実の境界ってすっごい曖昧だと思うんですね。だけどそれは自分が思ったものを信じていいんだっていうふうに思っていて、何を見たいのか何をしたいのかっていうのは自分で決められると思うんですよ。それが夢であれ現実であれ、それをこう見ていただいた人にもうちょっと感じてもらえたらなと思って、制作しました。私の考える映画っていうのは言葉で表せないものを芸術として表現できるただ一つの媒体かなと思ってます。っていうのもまあ、これはちょっとあの映画は芸術でないっていうことを言ってる人もたくさんいるので、 あんまりよく思わない人もいるかもしれないんですけど、でも私にとってはたくさん その芸術がある中でこんなに人間のイメージだったり逆に感じたものをこんなに鮮明に表現できる芸術ってないのかなっていうふうに思っていて、それが何だろう、これからの人の考え方を変えていったり逆にいろんな影響を与えたりっていうするようなものだと思うので、何ですかね、やっぱり芸術の一つかなと思っています。はい。